ビッシュは日本の競争馬、繁殖品馬。新馬戦から2連勝でオープンクラス昇格し、品馬クラシックに参戦。優秀品馬で3着となり、秋荷賞のトライアル競争であるシオンステークスで重賞初制覇。秋荷賞では一番人気の支持を受けたが10着に敗れた。その後、小馬となって6歳まで出走したが勝利することができなかった。馬名の由来は、 フランス語で、メジカ。2013年の東西セレクトセールにて、スクーデリアによって7980万円で、落札された。2月21日、東京競馬場の神話戦に、横山則弘と共に出走。単勝オッズ7.6倍の5番人気の指示を受けた。出走する16頭中7.8番手で進行。最後の直線で出走メンバー中最速の上がり3。 ハロン35.3秒で差し切り、後方に5馬身離して、勝利を挙げた。3月26日、中山競馬場の条件戦に、単勝2番人気で出走し、出走した急頭中後方の6番手から追い上げて、差し切り、後続に2分の1馬身離して2勝目を挙げた。4月24日、優秀品馬の優先出走権を獲得できる、トライアル競争である。 フローラステークスで重症初出走、単勝オッズ4.5倍の一番人気という指示を受けた。スタートから控えて17.8番手の最後方で最後の直線に侵入。出走メンバー仲裁速帯の上がり3ハロン34.6秒の足で追い上げた。集団8番手から抜け出したチェッキーのが先頭でそれに0.8秒遅れた5着となった。 管理する鹿と祐一調教師は、最後はよく伸びていますが、今日のような展開では厳しかったねと振り返った。5月22日、優秀品馬に5頭中4頭が抽出される抽選を、くぐり抜けて GI に初出走となった。今まで参戦起乗していた、横山範博からミルコデムーロに乗り換わり、単勝オッズ16.0倍の5番人気の指示を受けた。 集団7.8番手からレースを進め、最後の直線で5番手から、残り300メートルで抜け出して、先頭に立った、エンジェルフェイスを捉えて先頭に踊り出た。しかし、外から追い込んできた、シンハライト、チェッキーノに差し切られて、その2頭の0.1秒離された3着となった。騎乗下でムーロは、勝ったと思ったよと解雇し、しかとは、直線は思わず力が入った。 いい足を使ったし、状態も良かったからと振り返った。9月10日、週刊賞の優先出走権を獲得できる、トライアル競争である、シオンステークスに、戸崎慶太に乗り換わって出走。8枠18番の大外枠からの発送で、単勝オッズ3.1倍の1番人気の指示を受けた。スタート直後から後方14番手に位置したが、バックストレッチで馬群の外側からまくり、 第3コーナーで6番手。さらに一番外側からまくって、最終コーナーを回った頃には2番手に位置。最後の直線に侵入したとともに先頭に立つと、伸びて、後方を寄せ付けず、差を広げた。最終的に後方のビブロスを2馬身2分の1、離して勝利。通算3勝目で重賞発生覇を記録した。起乗した戸崎は、追い切りにも乗って、 いい馬だと思っていたので、自信を持って乗りました。馬のリズムを大切に、大外枠だったので、馬群に入れることはないと思っていました。4コーナーまでリズムよくいけて、手応えも十分でした。と振り返った。10月16日、優先出走権を行使して、秋華賞に出走。単勝2.5倍の1番人気の指示を受けた。後方10番手で最後の直線に侵入し、 差し切りを図ったが伸びず10着に終わった。11月27日、コバと初顔合わせとなるジャパンカップに出走。3歳頻繁のため負担重量は 53kg に設定され、戸崎慶太から幸い秀明に乗り換わった。単勝11番人気の指示を受けた。スタートから中段9番手に位置。最後の直線で10番手から伸びず、そのまま交代。 優勝した北三ブラックに1.4秒遅れた16着のブービー賞となった。バッシュ名義が久保田康氏から久保田義雄に変更され、2017年は3月12日、中山品馬ステークスに出走。戸崎啓太に再び乗り換わり、単勝3番人気の支持であったが、優勝した当選ビクトリーに0.5秒離された10着に終わった。その後、 2017年から2019年にかけて重傷、高級して1600万下に5000出走したが勝利、できなかった。2019年2月28日付で競争場登録を抹消。北海道苫小牧市のノーザ山ファーム空港牧場にて繁殖品場となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。